エデン症候群。チクショー、チクショー、あ、ただ消える。俺の大事なもんは。あんなお兄ちゃん初めて見た。体なら平気だよ。もうすぐ退院許可が出るから。エリカ、ワームもやってくれた？やったけど、エリカの退院許可を出すためにね、その検査結果の改ざんを。お兄ちゃんのことを聞いて、おとなしくここで治療なんて受けていられると思う？どっちにしろ、岸辺がお兄ちゃんを切った時点で、だったらここにいたって無駄だよ。エリカ、二人にお願いがあるの。お兄ちゃんと千歳の仇を取る、手伝って。岸辺理恵を叩き潰すよ。エデンの様子はどう？ワームも復旧してるよ。アンダーゼロの騒ぎの後、一度緊急メンテナンスが入ったの。今もバックグラウンドで調整が続いてるよ。千歳のマルウェアのおかげですぐ情報収集できたの。復旧作業に追われている今なら、アバロンサーバーのセキュリティも、すぐに侵入しよう。侵入してどうする？決まってるでしょ。岸辺を警察に突き出す。決定的な証拠を手に入れる。電脳犯罪捜査課サーバーで、お兄ちゃんが消したデータ。網代の不正なやり取りの証拠。でも、それって、リュウジが消しちゃったんじゃ。岸辺みたいな出会いは、人を脅せるデータを絶対に手放すはずがない。きっと上城のメインサーバー、アバロンサーバーの奥には CEO だけが入れる、通称秘密の部屋。そこにならきっとある。仮に目的のデータがなくても、そこのデータを洗いざらいネットにぶちまけてやれば、岸辺の悪事が一つだけとは思えないもん。自分の悪事が。こんなに怒ってるエリカ初めて見たよ。そうかもね。こんなに怒ったの、私変かな。あんまりふざけてるとまたメメたんだよ。冗談。ねえ、頼りにして。エリカ、もちろん私もお手伝いするからね。あんたは私のデジモンなんだから、どうぞ。私は感謝されないの？さあ、記憶をたぐってみれば。通信制限に足止めされている余裕はない。今度は私も一緒に行くよ。以前君が仕掛けたマルウェアがバックドアになる。ここから侵入して。岸辺理恵、今までやってきたことのツケは落とし前をつけるってやつだね。エリカ、そういうこと。準備はいい？ハック開始。Thank you.
いい？侵入だね。ワームも岸辺の執務室に行って PC 端末からパスコードを盗んできて、秘密の部屋に入るにはパスコードが必要なの。コードは毎日変わるから直接行って端末をハックするしかない。やれるよね、ワームも。任せて。あの子、記憶を共有化してからちょっとは頼もしくなってきたかもね。こっちからはセキュリティデジモンが。まあ、何事もそう簡単には変わらないよ。みんなのおかげだよ。
こう。よしよし、偉かったね。
なんとかなったね。ここが秘密の部屋の入り口。ワームのパスコードが手に入った。バッチリ。なんでそんなに疲れてるの？聞きたい？私がどれだけのトラップや強固なセキュリティを突破してパスコードを手に入れたか。どうでもいい。どうせ全部転んだりドジして起動させたんでしょ。早くパスコードちょうだい。ひどい。まあほとんどその通りだけど。はい、送ったよ。はあ？言った？それが秘密の部屋へのパスコードだよ。こんなのが？うん。何か変？リエちゃん、女神ってる。リエちゃん、女神ってる。岸辺リエに対する憎悪。他の日のパスコードも知りたい？ちなみに昨日のパスコードは？そんなのいいかも。早く戻ってきて。先に入ってるからね。なんでがっかりしてるの？どうでもいいでしょう。何がリエちゃんよ。絶対に社会的に抹殺してやる。開けるよ。ここからが本番。気を引き締めて。この部屋、見てるだけで。君は好きなの？こういうの。私は無理。岸辺リエとは。君とは趣味が合うみたいだね。お待たせ。おかえり。それじゃあ二人で例のデータを探して。私でも、そんなものを握りしめてるみたい。エリカの軽蔑の感情データが限界値を超えてるよ。やっぱり棚の中にファイルが隠されてる。下着のオブジェクトデータにうまく紛れ込ませてるけど、これだ。電脳犯罪捜査課関連のデータ。やったね。お手柄だよ君。ただスケベだっただけでしょ。まったくもう。あらあら、誰かと思えば意外な人と意外なところで会うものね。岸辺、しかもそこ私の下着ダンスじゃない。やだ、ひょっとして勝負下に見られちゃった？リエ、恥ずかしい。言って、ワームもやることは分かってるよね。うん、気をつけてね、二人とも。三島エリカちゃんよね。お兄さん元気？なんちゃって。許さない。あんたがお兄ちゃんの千歳を。千歳？ひょっとしてお腹まで巻き添え食っちゃったのかしら。どうくさいわね。じゃあそ
その敵討ちに来たの。あなたにそんなことをする権利があるのかしら。お兄さんを苦しめたその原因であるあなたに。俺を言うべきよね。あなたの存在があったおかげで、リュウジキュンは面白いくらい素直に私の、かつては正義のハッカーと謳われた重度のナンバー2が、誇りをねじ曲げて汚い仕事をこなす。見ていて楽しかったわ。あんたの言う通り、お兄ちゃんがあなたに、私が許せない。でもあんたのことはもっと許せないわ。あらあら、何をするつもりかしら。そういえば小さいのがコソコソとしていたわね。ひょっとしてここから何かを持ち出そうとしてる。あら、あなたもリュウジキュンのお仲間。ほう、さしずめエリカちゃんのナイトって。それなら私もこっちの姿でお相手しようか。この姿になる久しぶりだ。人間がデジモンに？どういうこと？びっくりした。これが私のもう一つの姿になるのね。人間でこのことを知っている人はまだ誰もいない。つまりそれがどういうこと？生きて返す気はないってことでしょ。ごめんとお兄ちゃんと一緒で頭がいいのね。残念ね。おとなしくしていれば病院のベッドの上で緩やかに死ぬ。エリカたちも、そしてそのナイト、あの輝きしバラの名をいただき、騎士たちの王。その顔を恐怖の色に染めてやる。存在です。
存在しない。人間にしてはなかなかやるじゃない。これは警察が神城の摘発にまさか。ああ、気づかれちゃった。私のデジモンがあんたの大事なデータをとある刑事まで届けてくれたの。こんなことしていていいの？あなたの体危ないんじゃない？こんな短時間で警察を動かした。この娘、小賢しい真似を。計画のためにも今邪魔をされるわけにはいかない。逃がさない。放けてる場合じゃないよ。あらかじめ又吉さんに連絡しておいたよ。私が証拠を手に入れたらすぐに岸辺を追い詰めてもらえるように新都庁に行こう。岸辺理恵の体はそこにあるはず。又吉さん、おう、エリカちゃんか。君のおかげで岸辺の検挙に踏み切れたぜ。ありがとうな。岸辺は？それがやっこさん任意同行を拒んで逃げ回ってやがる。中にはいるらしいんだが、これだけ広くちゃな。建物の周りを固めてこれから中を捜索するところだ。協力させて。おい、何をするつもりだ。岸辺の位置を特定する。岸辺理恵は普通じゃなかった。あの女がいるところにはきっとデジタルウェーブ地に異常が出るはずだ。見つけた。うん、これでどこにいるんだ。教えてもいいけど、私たちもついていっていい？いや、それは岸辺に落とし前をつけなきゃいけないの。お願い。エリカちゃんにはかなわねえな。
しめ、観念しろ。もうどこにも逃げ場はないぞ。予想以上にお早いお出ましね、またよし刑事。エリカちゃん、あなたの仕業かしら。本当に厄介な子ね。あらあら、こっちではずいぶん辛そうね。ひょっとして治療を受けていないのかしら。ああ、それはそうよね。お兄さんをもてあそんだ私に借りなんて作りたくないわよね。でも、そんな調子であなたいつまで持つのかしら。あなたに施していた治療、あれは医療行為じゃないのよ。うちの主任研究員が書き上げた論文をもとにした未知の実験、言ってしまえば人体実験だもの。私の特別認可で特例中の特例として施していたプロジェクト、エデン内に高度なセキュリティを張り巡らせたサーバーを設立し、精神データをリアルタイムで共有管理するシステム、そこでデータ容量を管理することであなたはかろうじて脳にかかる負荷を抑えている。他の企業や病院では決して真似できない治療なの。それでも私を倒す、エリカちゃん。あなた何者なの？人間じゃないんでしょ？ある意味あなたと同じものよ。肉の体を持ち、記憶の大部分をデジタルに依存したいびつな存在であるあなたとね。実は前々から気持ち悪いと思ってたのよね、あなた。人のくせに意識のほとんどがデータ化してるなんて、考えれば考えるほどおぞましいわ。私を追い詰めたつもりでしょうけど、残念ね。あなたなんて怖くないの。空っぽで重くて痛みに支配された肉の体を引きずっているあなたなんかね。なら教えてあげる。これが現実の痛みだよ。重いでしょ。エデンの技術とは出力も反応速度も違う。人間の体だってこうやってシグナルを飛ばしてる。作り物の電気信号より何倍も重いの。現実の痛みをバカにしないで。そうね、教えてくれて勉強になったからお返しよ。またよし刑事、止めなくていいんですか。女の争いに男が口を出すなんて野暮ってもんだ。別におっかねえのとか思ってるわけじゃないぜ。なあ坊主。もうおしまい。案外、根性ないのね。バカバカしい。まったく付き合っていられないな。これだから人間は醜悪だ。まあいい。もうすぐこんな体とはおさらばだ。
待て、早まるんじゃねえ。ごめんなさいね、警察の皆さん。私の目的のためにはこんなところで邪魔をされるわけにはいかないの。この辺りで岸辺理恵は退場させていただくわ。ねえエリカちゃん、最後に一つ聞かせてちょうだい。あなたは自分が一体どこにいると思う？リアル？デジタル？それとも、もうどこにもいないのかしら？現実とデジタルの狭間で、不確かな自分自身に怯え続けるがいいわ。その境界線が崩壊したとき、あなたがどうなるか。なんてこった。おい、急いで下に人を回せ。それから救急車だ。お前さんたちはここにいろ。オーズ、エリカちゃんのことは任せたぞ。飛び降りちゃった。なんでこれで終わったの？本当にお兄ちゃんと千歳の仇取れたの？だよね、あの女のことだもん、きっと。でもお兄ちゃんたちの仇は取れた。そう思っていいよね？泣いてないから。ひっ叩かれた方が痛いだけだから。昨日未明、エデンネットワークを運営する上城エンタープライズが警察の立ち入り捜査を受けて。結局、岸辺は何者だったんだろうね。わからない。ねえ、リュウジと連絡は取れた？そっか、これで本当に終わったのかな。でも、お兄ちゃんと千歳の代わりにやっと一つ何かできた気がする。